みともラジオ。あー、全部君のせいかも。この世界はまるで地獄だね。あー、全部君のせいだ。君ものすべてが愛おしいよ。始まりました、ミートモラジオ。この番組は杉並の猫屋敷からお送りしておりますよ。どんな番組かと言いますと、このミートモの、お話を聞いていこうと、そういう番組でございましてね、昨日は何をしていたかと言います。何をしていました？ラジカセ店に行ってましてね、池袋パルコ本館の方です。ニコニコ本社のある方じゃない方ですよ。行ってまして、ラジカセを見ております。いろいろね、懐かしいラジカセというか、まあ、ど真ん中世代ですんで、ああ、このラジカセで、あれ聞いてたな、とかね、僕はね、手元にありますか？カバーズのあれが、だちょっと届かないところにある。残念ながら、ちょっと届かないところにあるが、よいしょ、手元にあるのはね、コブラの悩み。ね。これ一番、僕が一番最初に買った RC サクセションの、ね、カセットですよ。当時はまだね、CD ではなかった、僕は。あー、かっこいいね。ね。これが僕が一番初めに買った RC サクセションの、アルバムですよね。なんとカセットでした。カラスの赤ちゃんなぜ泣くのね。遠いお空の母さん。あれどこですか？わかんない。懐かしいね。東の空が燃えてる。あれもどこだ。ね、Call Me わかります。退屈な時は僕にね。うわー、懐かしい。これを一番最初に、何の、ラジカセ店に行ってましたね。そんな感じで、見ておりましたよ。だからこれが僕は一番最初に買ったカセットテープですわー。ねえ。XDR カセットテープは東芝 EMI の音質ね。なんたらかんたら書いてあります。ねえ、ナチーゼ。12月16日に発売。ってことは、ああ、残念。あと3日後でしたね。あ、でも、時期は時期。これは夏の日比谷野音の録音でしてね。ああ、終わっちゃってる。伝説のライブ。コブラの悩みじゃなくて、カバーズの出た年の、日比谷野音でのライブ、録音、アルバム。ね。これが一番最初でした。そんなカセット店に行ってましたよっていう懐かしいラジカセとかあってね。ね、じゃあ行きますか。ね。誰だ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 。空の彼方。
ャマン、ね、ガッチャマンだ、あ、暇だ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 、どこかにアイドルの無線イベントはないものだろうか、あね、ありますよ。15日に、なん、ワッショイジャパンじゃなくて何でしたっけ、これ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 、あ、これ、ウリャオイジャパンね、お披露目ライブが、渋谷にありますよ。無線ですよ、このチラシ持ってったらね、やったね、ね、後でツイッター見て推しを決めましょう。でパフォーマンス見るまでね、推しは決めらんないんですよね。パフォーマンス見て、もう、あれ、これが、あれが誰だっけ、どれだっけってなっちゃう。あのスマホの画面といつもにらめっこしながらね、あ、あれがなんとかじゃんで、これがなんとかじゃんで、ね、大変ですよね。誰だー、ね、行きましょう。誰だ、友近。友近はね、この部屋に来たことありますよ。見ました、あの、行列に。ね、あれはもう何年前で、14年だから2年前ね。来ましたよ、この部屋に。ねえ、よく来たね、このゴミ屋敷、ゴミ、猫屋敷ね。じゃあ、話聞いていきましょう。誰だー、よいしょ、よいしょ、はい。聞かせてよー、おはー、はい。そういえば、私、気になる人のバズどこをチェックするかといえば、ね、それ、どう、なかなか、まあ、そうだね、端々に出るか。サンキュー。リプが少ない。ね。大事ですよね。私も。私も。英語だよ。It's very, very important. インポータント。大事やわ。大事やわ。なるほどね。性格をどう見抜くかにもよりますよね。なかなか。時間がかかりますね。同じく。同じく。ね、は。へえ、ね、そうなんだ。同じ。どうチェックするんだろう。まあね、でも、まあ、すぐには、わからないけど。ヒマさんって、見た目って、やっぱり、反映されてますよね。ね、って思いますよ。それが、系統。性格が良かったら告発するの。はい。もう一個聞いちゃおう。人の第一印象って、これのボリュームでかい人はほぼバカ。なるほど。で、決まると思ってます。これは、なるほどだ。そんな気がする。ね。あれ、バレた。あれ、バレた。ね。私のことか。ね。僕そんな声でかくないんでね。さんまさんってそんな声、ああ、大きいか？なるほど。わかる。ねえ。はい、もう一個切って、よしとしましょうか。なるほど。将来びっくりする人とジョインするね。ジョインねー。って言ってあげたいです。びっくりする人は誰にびっくりしたんですかね。まあ数々のビッグネームとね、ジョインしておりますよね。はい。これは私が考えた質問なんですけど。私、エレベーターをしてたことあるんですが、エレベーターで聞いてしまった面白い話ってありますか？わあ、これ難しいなぁ。ね、ないのが悔しい。一回答えてんじゃん。ね。はい。このままこのまま。はい。同じですよ。ね。新しい質問をしろっつうの。じゃった。バイビー。ね、バイビー。いいね、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 うりゃ、うりゃ、おい、どうしようかな。フレンドリストでも覗きますか。あ、公式アカウント、なんと、今話題の人が公式アカウントに出てきた。当て逃げ出てきた、当て逃げ。ね。フォローしましょう。当て逃げ出てきました。エラーが出ちゃってよ。当て逃げ、この野郎。当て逃げ。ね。逃げ、バカ野郎。エラーが出ちゃって。なんでだよ。なんでエラーが出るんだよ。今、話題の人ですよ。ね。当て逃げの。井上くん、ノンスタ井上くん、ね。当て逃げのノンスタ井上くん、ね。どう、こなんでエラーが出ちゃうだや。ね。すごい、すごい、旬な人やのに。ちょっと、ちょっと、ちょっと、ほら、なになんで、なごみ系、第一印象、穏やか、ね。うん、マイペース、ナイーブ&デリケート。デリケート、デリケートだけど当て逃げしちゃうからデリカシーはないよね。うん。素直、気配りじゃ、みんなに優しい。みんなに優しかったら当て逃げしねえだろ。何逃げちゃってんだ、お前。ダメだよ、逃げちゃったらね。
ダメだよ、ほんでは。生放送飛ばすんだろ、誰も見てない朝ちゃんじゃない、あれを。なんでフォローできねえの、これ。なんでフォローできねえの。もう、これを面白いから、ね。スクショだけしときましょうか。ねえ。これ、エラーが出ましたよ、つって。ね。なんでフォローできねえんだ。ね。しょうがない。これしょうがないわ。もう、困ったね。今日誕生日の日いますか？ねえ、びっくりしちゃった。うん、なんかポジティブに落としてくれたら、それはそれでいいと思うよ。どうせ示談でね、刑事事件とかにはならないでしょうからね。犯罪にはならないんですけど、ね、示談で済ますんやったらね、なかなかのお金をせびられると思いますよ、そら。ねえ、怖いですね。なんで逃げちゃったのかな、ね。そんなところでいいですか、じゃあ、ね。誰も、何の話も聞いてない。何してんの？あ、間違えた、間違えた、間違えた。間違えた、間違えた。できねえかな？できな。もう、なんで当て逃げしちゃったんですか？今日の質問みたいなのある？みんなでアンサーキャンペーン。じゃあもういいか。ね。そんなところですわ。びっくりしたね。でも本当に。なんか、当て逃げしちゃったんだってね。もう、誰かも、ゴロちゃんでしたっけ？ゴロちゃんも、あれ、なんか、すごい、すごいより、すごいより。なんだよ。いつからこれ。別にいいんだけどさ、ね。じゃあもう終わりにしますか。ね。逃げちゃダメだよ。ね、別にちゃんと、事故は起きますから、車に乗っていりゃ、乗っていなくてもくつかられたりもしますから、それは、その対応ですよね、って思いましたわ。ね。うん。まあ、示談で済みそうなんでいいんじゃないですか？よくわかんないですけど。ね。ですか、僕が夢見たような明日は来ますか。頑張りすぎて逃げ出したりしてませんか。何だけの僕は笑ってますか。それともさえない毎日ですか。いつかの夢を投げ出したりしてませんか。いますか。いいね、招き聞けちゃうね。本当に素晴らしい曲ばかりでね。じゃあ今日は一番いきましょうか。スタンプがあるです。え、あるですだよね。あと T シャツと、これはね、トレーナー、スウェットも、パーカーもありますからね。あとは来年、本が出ますんでね。チラッと見せちゃいます。ね、つかみ本だったり、こうやってね、こんな色、高画で、
こんな本が出ますからね、楽しみにしてください。アマゾンでそろそろ上がってくるんじゃないですか、予約して、あとはね、そんなところですか。ね、そんなところですわね、当て逃げするなよ、ね、締め切り守れよ、なんすか、猫撫でろよ、歯磨いたか、当て逃げするなよ、猫撫でろよ、ニロ捕まえた、ニャ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 捕まえたぞ、ほらニャー、アディオス、ニャー、あんた悪さばっかりしとるだけん捕まえただよ、ね、アディオス。